どうも、トランペットオカリナ奏者の茨城智博です。スタンド FM でお届けしている声のブログでございます。先日 YouTube のメンバーシップ、有料でね登録していただいて毎月動画を配信しているんですけれども、そちらで8月の動画として、茨城智博クラシックオカリナの世界幻想ファンタジーという動画を前半部分公開させていただきました。後半はね来月公開予定なんですけれども、内容としてはタイトル通りオカリナでクラシックのリサイタル形式のコンサートっていうのを毎年やってまして、今回はそれを動画収録コンサートという形で開催しまして、実際にお客さんにも来ていただいて十何人かね来ていただいたんですけど、その人たちに向けて演奏して、MC もして拍手もしてもらってっていわゆる普通のコンサートですけど、動画収録を前提として、セッティングしてその環境で聴いていただくというものでございました。動画収録コンサートとコンサートを収録しましたの違いって何なんすかっていう話なんですけど、別にねいつも普通にコンサートやっている時にもカメラを置いて撮ってることはあるんですよ。だし実際そうやって撮った動画をたくさん公開しているので、それこそメンバーシップの動画としてそういうものを出したこともあるんですけれども、前提がどっちになってるかっていうことなんですけど、テクニカルな部分で一番違うのはマイクなんですよね。カメラはそんなに変わらないかなと。ちょっと普通だったらここに置いたらコンサートとしてお客さんの目に邪魔だから置かないよねっていうところにも置かせていただいたっていうのはあるんですけど、それ以上にマイクをオカリナとピアノに立てているんですけど、これをなかなかやっぱり普通のコンサートだとできなくて、撮るとしても客席に置いたマイクでねまとめて音を取ったりとか、ホールだったら釣りマイクっていうのが上からぶら下がってて、でもそれももちろんホール全体に響いてる音を拾うっていう形なんですけれども、もうちょっとそれよりもダイレクトに楽器に近いところにマイクを置いて撮れるっていうのが実は一番違うところです。で、ピアノももちろんですけどオカリナにとって特にそこがでかいなと思っていて、オカリナの音はやっぱりねどこで聞くかどういう状態で聞くかによってすごい変わるんですよね。一個前のお話でスマホで再生するとこう音割れちゃうよねみたいなこともありましたけど、録音した状態っていうのも本当にもうマイクの位置で全然変わってしまうと。でやっぱり近くにマイクがあると、素人的な僕も感覚ですけども、その素人的に説明するとよりやっぱり音圧が感じやすい、オカリナのね音色の細かい部分まで聞き取ることができるっていう取り方ができるんですよね。でピアノとのバランスもちょっと取れるんですよ。ちょっとではないかな、しっかりとこう調節できる。こう生音でもちろん聴いていただいてるのでバランスはとって演奏してるんですけど、そこからさらに録音にした時にこうベストな音量バランスっていうのをさらに探ることができるので、そういう調整が効いたり、生で聴く以上にオカリナの音がしっかりとこう取れるっていうのが動画収録コンサートで一番大きい点だったりもします。なのでね、映像的になんかこういう絵作りをしたいな、こういうアングルで撮れたらいいなっていうのもあるんですけど、音の部分にぜひ注目して聞いていただけるとオカリナの音のこう生々しさっていうとあんまいい表現じゃないですけど、でもそうですね、生っぽい音、その芯の部分の音っていうのが感じられるんじゃないかなと思いますし、細かい表現っていうのが伝わりやすいところかなと思います。ぜひそこに注目して、聞いてみてください。そういうね動画収録コンサートという形が、結構面白いかなと思っていて、また全然曲がねコンサートの内容が違うものでやりたいなと思っています。次にやる企画はもう考えているんですけれども、そればっかになっちゃうんでちょっと違う動画も作りながら
まあ秋冬どっちかぐらいでそんな企画をやろうと思っておりますので、またぜひ現場でね来てこう盛り上げていただくっていう方々の存在も非常に大事な企画なので、ぜひお付き合いいただければ幸いでございます。そして、YouTube メンバーシップの動画ダイジェスト版っていうのをねいっぱい一般公開で公開してますので、ぜひそちらでちょっと聞いてみて本編も見てみようかなという方はメンバーシップ登録して聞いてみてください。登録はねいつでも簡単にできますし、解約もいつでも簡単にできますので、1ヶ月ごとに料金発生しますけど1ヶ月だけでもいいので、ぜひ、試してみてください。たくさん動画見れます。1回登録するとその1ヶ月間は今まで公開してる動画全部見れます。まあ1ヶ月じゃ絶対見切れないぐらいもう動画のストックがあるんですけど、ぜひいっぱい見てみてください。ということで今日はこの辺にしたいと思います。茨城智弘でした。お疲れ様です。